ワンバンコ、ティモンさんです。さあ、イチローはスタープレイヤーやってみましょう。私はね、昼間から酒を飲んでおりますけども、決してね、怠けているわけではない。朝からね、現場をこなして、来てからの、昼からのお酒ですから、これはもうね、れっきとした、作業への報酬と、ね、ペリカで買いましたから、ビールを。なんでも今日は幸せいっぱい、夢いっぱい、楽しいことなら夢いっぱい、やめることなら雨いっぱい今すぐおしゃれに着替えて友達探しに行こうよって感じで、さあ先発山口か、行くぞ一郎、ホームラン打ってやろうぜな一郎。ビシッと、しゃあ狙うホームラン1本、ストレート、ストレートを狙う、俺がさあ来い、はいフォークね、なるほど分かってるよ、これはもう分かってるんだ。ストレートなんだよ、狙うわ。危ない危ない。フォークなんだよ。危ない危ない。ストレート。濃いストレート。フォーク。あ3球連続フォークとは、なかなか裏を返ってきますね、やっぱりね。やっぱり僕がストレートを狙っているということが、はっきりと悟られたのか。それなのか、それとも普通にフォークを投げたかったのか。さあ、ストレート来い。ストレートだ。山口、ストレートを超え、ストレートなんだ、おい、いや、際どすぎるんだな、もうちょっと真ん中寄りにストレートだよ、もうちょっとね、はいはい、際どいんだよな、際どいんだよな、やめてくれよ、おい、あっ、いやー、しかし嫉妬か、しかし嫉妬、まあ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 、詰まらせるバッティング、そう考えよう、さあ、いくよ、おい、おっと初球から行く、外は取れない、サードに行く、ホーム行けんじゃないか無理かさすがに無理か、まあまあまあ、まあ、とりあえず、おっと点入った、これはパリーグ勝ったな、今年もパリーグの勝ちですか、お中川来た、中川はねスラーブなんだけどもストレートを狙おう、さあ来い、はいはい、初球打ちがうまいバッターですよ、私はそういう提評を受けていますよ、うえ、いやーダメか、落ちない、死んで捉えちゃいるんだが、分かっちゃいる、分かっちゃいるけどやめられねえ、さあ4打席目、そろそろホームランの1本でも打ちたい、ジェンセン、ジェンセンじゃん、なんだジェンセンじゃんジェンセン、うえ、パワーカーブ、いいねパワーカーブ、キレがいい、ジョンソン巨人いるんだ今悲しいな、うわーダメだ、進発された、うん、セーフ、おい、盗塁のサインだダメダメだ、いけるいける、いけたすっげえダメだったのに今、すごいタイミングクソみたいだったのに、見てこの遅さリリースするぐらいカーブでギリギリだったよ、ギリギリだったね、さこい、おい今のじゃないかい、グリーンライト、さこい、オッケー、ホームさすがにバレたか、イチローがホームを狙っていることがバレたか、お、来たんじゃないか、満塁、さあもうここは打たねばね、もちろん強振だ、とにかくホームラン狙い、ムービングファストね、下にも落ちるんだムービングファストって、なあ芯ではあるんだけどな、結構紙一重なんだろうな、あともうちょっと多分ずれてたら上に上がってホームランなんだろう、もうホームランですよ、今のももうほとんどホームランでしたしね、皆さんが気づいていないだけで今のはもうほとんどホームランです、いやー今日もホームラン打っちゃった、さあどうだい、よしよし、5打数1安打、503人増えた、やったぜおい、ファンが増えるぜ、さあ休日、オールスターゲーム終了、さあオールスターゲームが終了しまして、いよいよ後半戦へと進んでいきます、大阪です、さあファイターズ戦どういう風に戦っていくか、お西村監督も油断できてない顔してるな、油断できないぞって顔してるもんな、いいか一郎、リーグ動いたけども油断できないぞ、一郎も確かにって顔してるな、首脳陣の期待に応えれるように頑張ろう、さあ2番指名打者メネセス、
かなりの強打者を2番に据えてくるというメジャーリーグのような野球というか、まあ登録名だけでいうと1番から3番ぐらいまで全部カタカナだったからほぼメジャーリーグ、そうメジャー級のバッティングをしていく。あ、いや西野だった3番西野だった、イチローとメネセスだけだった。すいません、カタカナ3文字っちゃって。あいつ西野のこと外国人だと思ってますよ。そうだな平和な会話。さあ有原、奪三振ランキング4位と、千賀が1位なんだな。しかし私も打率ランキング4位。さあ行くよ、打つよ。ストレートかな、狙うなら150、まあ早いね。引っ張りでカーブか、スローカーブか、なるほどね。はい、詰まってるけどダメか。中島、さあさあ、あと2点取られてるんだね。さすがオリックスだね。どうしよう、ツーアウトだし狙うか。さこい、うん、これはもうヒットですよ。ボールを拾ってダメか弾いた時点でヒットだと思ったのに。なかなかいいフィールディングをするじゃないか有原。さあ1安打ピッチングされております。さあ2アウトだからまだホームラン狙っていくか、思い切ってな、狙っていってるか。なで落合が言ってた、内野フライはいいんだって、内野フライはホームランにタイミングが合ってるんだって落合が言ってた。もうこれだから、もう落合が言ってたからもうあれでしょ、もう何も言えないでしょ文句。ん、イチロー、ん、イチロー、ん、ああ、榊原たった3球でツーアウト、あら、おい、今のは絶対狙えたな。くそ悔しいな。えい、ストレート、分かってる分かってる、緩急だろ、お前の武器は緩急、分かってるんだ。おい、センター前、さあ盗塁チャンス、いくよー、トール行くよ、綺麗にセンター前、絶対腰を。さあどうしようかな、おっと警戒されてない、危ない危ない警戒されてた、危ない危ない、おお警戒されてんな忍者いけるか、無理か、無理だ無理だ、ああまあまあまあ、おし逆転逆転、はいはい、勝ったからいいんですよ。そうなんです、勝ったからいいんですよ、もうもう勝ったから。そう、これで負けてたらもう相当に文句を言われてもしょうがなかったけど、勝ったったからね。勝てばもう、勝てば官軍、もうこれはもう、はい、4打数1安打、いいですよ、完璧ですよ、完璧ですよ、完璧ですよ。さあハム戦もちょっと飛ばしつつ、さあ相変わらず最下位ですな、悔しい限りだ。さあ疲労もだいぶ溜まってきましたが、安井のおかげで大丈夫だ。 OK、 さあ福岡、いいね、楽しいね、やっぱ野球選手っていうのは日本全国いろいろうろうろできるからいいのね。うろうろ、うろうろしてるのかなうろうろってわけでもないと思うけど、うろうろしてるからいいよね。野球選手っていうのはね、全国をうろうろしてるからね、それがいいよね、やっぱりね。いやービールも進むわ、ありがてえわ、うんうん。やっぱキックスーパードライっていうのは夏うまいね、ね、工藤監督ね、スーパードライうまいっすよね、工藤監督ね。な、工藤な、工藤、中村か、これ。似てるけど、合ってるか分かんないもんな、たまに。さあ、岡本だ。4勝2敗、5.30。さあ、イチローだよー。ホームラン狙うよ、もちろん。もちろん狙うよ。おっと、引っ張ったよ。はいはい、引っ張るよ。シュートかな、シュート回転か、シュートかな。ストレート139キロ、あんまり速くないね。あ、スライダー系があるのかと思っちゃうね。まあまあとりあえずは。
さあ初回にやっぱりホームラン狙っちゃうからな。そしてランナー一塁か、ホームラン狙うかランナー一塁だしホームラン打つバッティングじゃないもんね今のな。ショートの方にカコンって引っ張らなきゃな。お、一二塁ホームラン狙うか、ヒットでいいか、ヒットにするか。はい、チェンジアップ。さあ満塁にしたいな。はい、OK でーす。ヒットはいつでも打てる。そう、ヒットはいつでも打てるんだ。はい、ありがとうございます。ヒットはいつでも打てるんですよ。ただホームランなんですよ。その延長線上の。さあ4打席目。いや、ノーアウトか。ヒット打つか、ホームラン狙うか、ホームランか。まあやっぱりベンチも期待してるということじゃないですかね。ベンチもホームラン期待してる。本当に里崎行くぜ。はい、ピッチャー投げ切ることができるんでしょう。どうだ、ライトバックバック、なあ、くそ入らず。狙ってたんだけどな。まあツーベースか。オッケーオッケー。さあそしてバッターボックスには、さあバントでいいんじゃない、これは。もうもはやバントでいいんじゃない。バントでいいと思うよ。来た、はい、はい、オッケー、ナイスバント、最高のバント。そして俺はホームへ行くファインプレーみたいな扱いになってるけど、全然ファインプレーじゃないんだよな、暴走なんだよな今もうちょい早く飛び出していけばこれホーム行けたかな。ノンストップで行ったからなノンストップで行ってる、一塁がノンストップで行っている。いや、しかしアウトか。さあノンストップでしたね。ワンパク野球、これがワンパク野球、これがイチローのワンパク野球だ。さあ来い、フォーク。完全にワンパク野球のイチロー、野球少年に戻ったかのようなプレー。フォーク、スプリットか。速いねスプリットは、やっぱりね。ワンパク野球、うわ、これどうだ、落ちるか、落ちね。今宮の守備範囲の広さよ。よしよし、見事ワンパク野球で勝ちました。オッケーオッケー。やっぱりこのワンパク野球っていうモットーね。はい、山岡4勝8敗。よしよし、やっぱり11試合続けてホームランが出ていないという、そういったね声も聞こえますけども、まあイチローのね役目はヒットを打つことじゃないと。ワンパク野球をオリックスに浸透させることがイチローの役目なんじゃないかと、やっぱそう思ってるわけですね。ワンパク野球、やっぱりね、一つ先の塁を目指す、目指しちゃいけない時に目指す、それがワンパク野球だと。ホームランを狙うんじゃない、ヒット打ってほしい時にホームランを狙うと、それが俺のワンパク野球。さあ、万博野球の開幕だ。ミランダからホームランを狙おう。万博野球。万博ああ、チェンジアップだったか。万博野球だな。初球を打ち上げちゃうもんな、やっぱ万博野球だから。はいはい。さあ、ランナーが一塁にいますんで、私はここ揺さぶりをかけたいですね。やっぱ揺さぶりをかけよう、ミランダに。ヒット、あ、でもヒット狙いでもいいな。ワンパク野球のセオリーなら強振なんだけど、はいはい、ワンパク野球なら強振よ、ここは間違いなく、はいはい、これがもうワンパク野球だから絶対ヒット打った方が良かったな。ニートならヒット打てんだから、ニートすりゃいいのにな、本当に。しかしはワンパク野球がやっぱ浸透してる、いいよ。ワンパク野球の浸透のおかげで4点取れた、9点取られたけど、ワンパクなんでね。ああ入っちゃった、マジか。あ、しかしこれはオッケー内野安打。今のでも打点が稼げるって言うんだから、イチローすごいな、やっぱりな。すげえな、ワンパクだな、やっぱりな。あと3点どうにかワンパクでって返そう。1番に帰ります、甲斐野。はい、来い。ああ、ヒットのふりした、いい球だったよ今のは。はいはい、嫉妬のふりしたいい球だったな今のな。
さあ3点返そうよ。ワンパクワンパク、よっしゃ行こう。2割9分3厘いいね。対左相手でも全然打ち負けてない。はい、スライダー、ここは点欲しいな。牽制、牽制タッチもセーフ、牽制ですね。さあ来い大竹。おお危ねえ、入ってたらちょっときつかったな今の。はいはい、シュート、多彩だな変化球が。おい、あーしゃー、オッケー、よしよし。さあワンパク野球でもう1点、あと1点返そうぜ。あと1点、警戒していた相手ですが、なんだろうな、フォーク、ストレートかな、まあいいや。さあ、あー2点、お、あー惜しい。ワンパク野球だけど返せなかったな。マッチすげえイケメンだったの今な。いやー乱打戦だった、非常に乱打戦。はい、まあまあまあワンパクではあったからそこを評価してほしいよね。そうワンパクではあった。さあもう7月も終わるんですか、早いね。現実世界ではもう8月が終わるよ。参っちゃうよね、8月終わっちゃうっていや参った参った。さあなんか女にちょっと会いに行くか。そうだな、原彩香に会いに行こう、好きなんだよ。はい原です。まあ一郎選手、先日はありがとうございました。デートの誘いですか。一郎選手って車をお持ちでしたっけ。あ、まだお持ちではない。そうなんですね、申し訳ありません。選手の方と親しいのこと自体は会社から特に何も言われているわけではないですけど、私などと一緒にいることが公になってしまう、なってご迷惑をおかけしてしまうことだけは避けたいなと考えているんです。お車でしたら大丈夫だろうと思うんですけど、実は私思っていないもんで、せっかくのお誘いなのにごめんなさい。あの甘、まあ、一郎は女に車を持っていないことを指摘されてすぐに買いに行った。行けコンパクトか悔しかった今のすげえ悔しかったな。車持ってないんで、あ、お持ちでないって時のあがもう刺した感じがすごく嫌だった。すごく悲しかったです。女の人に車を持ってないことをバカにされて、まだ20歳19歳の若者ですよ。そんなやつに車を持ってるかなって持ってないか聞いてさ、持ってない、ああみたいな。確かに19には見えないかもしれない、ヒゲも生えてるし結構な成績残してるし、確かに19かって言われたらそうじゃないかもしれない。ただ車持ってないさ、車なんか持ってないさ、車持ってないパワーでホームランやってるからな。 OK、 これはヒットだ、いい送球、くそ車持ってないしヒットにできないし、原ちゃんにはバカにされたし、ホームランホームラン、うい、ああ入ってた、ああまた入っちゃったよ。車持ってねえし、ファーストに裁かれるし、まったくよついてねえぜ。はい、ヒット1本だけ打っとくかとりあえず。出てる、調子は出てるよ、枠井は出てるさ。え、ああもう車は持ってねえし、車は持ってねえし、ショートゴロになるし、最悪だよ本当によ。何だってんだ今日はよ、チャンス。さあ枠井、どうにかこれは点を取っていこう。オッケー、車は持ってねえけどタイムリーは打てるんだぜ。波み上がってよ、車を持ってないことがそんなに悪いことかよ。タイムリーは出るんだ俺だってな。おい警戒してないのかい、走るぜ。おい、オッケー、車を持ってなくてもな、盗塁はいつだってできんだぜ。さあどうだい、おい、さあどうだい、原彩香見てるかい、おいおい、原彩香にこの一生を捧げたい、チャンス来たぜ来たぜ来たぜ、打つぜ、おい、
いや、タイムリーは打てるんだぜ。車を持ってなくてもな、タイムリーは打てるんだ。波上がって、波上がって、波上がって、タイムリーは打てるんだ。まったくよ、舐められたもんだぜ。デッドボールでした。今回の打席もデッドボールでしょう。ストライク。お前は車を持ってるのかい。おい西野、そんな球さばいちゃ車持ってねえことにするぞ。惜しかった。車なんか持ってなくても試合には勝てんだ。舐めやがってよ、あの女舐めやがってよ。いつか絶対いい車を持ってあいつの前に現れるんだ。それが俺の目標なんだ。さあタイムリー2本打ちました。お、一応くん噂は聞いてるよ。はいはい、国産車を購入。さあレベル29。さあロッテ戦ですな。ちょっと飛ばしますか、ライオンズ戦ぐらいまで。はいはい、まあ負けまくってますよ。さあはい、今月分の給料も振り込まれてました。さあさあライオンズ戦でございます。おっと、ホンダか。1番ライト一郎、完全に固定されたね。1番ライト一郎、いやよかったよかった。やっぱ1番っていうのはテンション上がるね、やっぱりね。いつの時代でもそうさ。しかし一郎には1番を任せてもライトを任せても一つだけ任せられないものがある。そう、それは運転席です。一郎免許持ってないからな、まだな、この時は。実はさあ本田を打ちましょう。うん、小宮山さん、やはりバッテリーとしてはビールね。こんちゃん3割並ぶか、すごいな。ホームラン狙うよもちろん、初回だし。あながち間違いじゃないバッティングしてんだけどな。ホームランを狙うと急にやっぱりみんな、ああ、5点取られたよ、チャンス、タイムリーを打たねば。得点圏打率は4割超えてるからな。はい、さあこれはダメだな。なんだ宮部、お前も俺のことを車持ってないやつバカにすんのかい。まったくよ、今日は負けだ。ライオンズが圧倒的に勝ってる。しかしワンパク野球の首謀者としてはここは1点を取っておきたい。おい、えい、ワンパク野球、えい、ワンパク、はい、ワンパク、ワンパク、ありがとうございます、ワンパクです。お、あと3点。あー終わった。あー終わった、あと7点は終わりだもん。あと7点はもうおしまいですよ、これはもう。もうこれはどうしようもない。タテスラ、もうこれはどうしようもないですよ。えい、ボール、ど真ん中来い。詰まりましたね。さあ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 、はい、5打席目。もう1本ぐらい打っとくか。でもホームラン狙いたいしな。ホームラン狙おう、男なら。カットボール、男ならホームラン狙いだ。うっ。そうなんだ、よく考えたらホームランバッターじゃないんだからホームランを無理して狙っちゃいけないんだ。我々はやっぱりヒットを打たなきゃいけないんだな。大量リード、大量得点で勝ちました。ひどい言われようだよ。うい、5打数1安打、まあまあまあタイムリーだし順調なんですけど、噂は聞いてるよ。あ、グッズ収入が500万超えたって。一郎もっと人気出てもいいんだけどな。もっと人気出ねえかな。高卒2年目だけどまだ人気出ねえな。まあ3年目だな。来年大ブレイクする予定ですから、来年ね、210安打打つ予定ですから、それはもう楽しみですよね。一郎越えをしなきゃね、一郎で。さあ高木、さあここはヒットを打つかホームランを狙うか。ホームランだ、おい、
ホームランじゃない？ホームランじゃない？全然違いましたね。全然違いますよ。そんなこと分かってるんですよ。お、これはワンアウトだし、ホームラン狙いでもいいんじゃないか。やっぱホームラン打ってみたいよね、やっぱりね。ヒヤッとするような大きい当たりでしたね。でしたね。そうですね。フォーク、あ、入った今。すごいな。さあ来い。最近なんかボンダがって一瞬で分かった瞬間にうんってちょっと笑っちゃう癖がついた。はは。さあ、おっとピッチャーが抑えてるよ。チャンス。ここは打たねばね。はい、フォーク。いいね。なるほど、そうですよ。ああ、今のはカーブ完全に逃げたな。はい、オッケー。三遊間抜ける。さあ、サードは無理か？危ない危ない。ここはおとなしく盗塁しとくか。さあ、もうヒットはね、もう打てますから。はい。危ない。さあ、来い。うわー、バット。やばい。やばいか。危ない。危ない危ない。バットか OK しか出ないな。グッドも出やしね。やっぱ勇気なんだな。やっぱ赤星が言ってた通り。盗塁というのは勇気だと。そういうことなんですね。さあ、来い。危ねえな。ダーティープレイしやがってよ。パテスラ。さあ来い。あっ、いやちょっとホームいけるかなと思ったけど、ホームランいけたかなと思ったけど無理だったな。もしかしてタイムリーオッケーオッケー。順調順調。今日は勝ったな。やっぱ弱いチームの特色だよな。勝てる試合はバカみたいに勝つけど、勝てない試合は全く勝てる気がしない。そんな感じだよね。やられましたよね。ね。あ、部銀の広告だ。武蔵野銀行の。埼玉に住んでた頃はよく使ってたな、部銀。武蔵野銀行部銀って訳すの多分埼玉県民ぐらいしか分かんないでしょ。さあ、まあどうにかこうにか点も入りましたし、順調順調。9試合連続安打、いいね。さあ、ミートも着実に上がってますからね。自由行動日、あの女に再アタック。お、出てくぞ。おい、喜んでんのか。そのあたりでしたら大丈夫です。それではそのお時間に楽しみにしています。お待たせしました。今日はよろしくお願いします。あ、嬉しい。ドアを開けてエスコートしてくださるんですね。さすが一郎、紳士だな。なんだかドキドキしてきます。お、どこ行ったんだ。そういえば野球選手の方ってプレイスタイルがそのままドライビングにも現れるって聞いたことあるんですよね。誰から聞いたんだそんなこと。誰が言ってるんだそんなことよ。ええ、試合でも迫力のあるプレーをする選手ほど運転でもいろいろ迫力を出してしまうんだとか。迫力って言うな。ただの飛燕運転だろ。よく捉えんな。迫力じゃねえぞそれ。でもイチロー選手の運転ってとっても紳士的。試合での姿とはまた違いますよね。いや、紳士だろイチロー。やだ、試合中でももちろん紳士ですってば。なんだこの女。でも熱いプレーをしている姿と違ってクールな魅力が出てると思いますよ。共感みたいなこと言ってるな。はい、次右曲がってみたいな。最後にこんな景色を見せてもらえるなんて、イチロー選手本当にジェントルマン。心に残るドライブでした。彩香とドライブを楽しんだ。よしいいぞイチロー選手、今日はありがとうございました。またご一緒させていただけると嬉しいです。はい、もちろんです。私ご予定に合わせますよ。お気兼ねなくご連絡くださいね。プライドベートでも上品で丁寧な受け答え。彩香の人柄を垣間見ることもでき、初デートには大きな収穫があった。よし、イチローの恋も進んでいる。さあ、イチローの恋も進んでいるところで、今回はこれで終わりましょう。それじゃあまた次回お楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。